稲葉隆一は、元日本中央競馬会調教師。元 JRA 調教師の稲葉幸男は ZIP。1963年、東京競馬場の稲葉幸男厩社で、調教助手となる。1964年、アメリカ合衆国、サンターニタパーク競馬場のタミドール9社で研修を受ける。1974年に調教師免許を取得し、1975年に、 東京競馬場に旧車を開業。管理場の初出走は1975年9月14日、中山第四競争で、佐々木ドーターが3着。同年9月21日、中山第四競争で、ホワイトベルが旧車初勝利を挙げる。1978年、旧車が美穂トレーニングセンターに移転。1997年2月8日、東京障害特別。 春でマイネルトレドールが勝利し、重賞初勝利。同年8月31日、新潟3サ歳サステークスでクリールサイクロンが勝利し、平地重賞初勝利。1998年12月20日、スプリンターズステークスでマイネルラブが勝利し、GI 初勝利を挙げる。2011年の中山グランドジャンプをマイネルレオスが勝利し、最後の GI となった。そして、 2012年2月29日付で定年のため調教師を引退した。太字は文下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。